よし。今日も行くか。なんか悲しいな、音楽が。音楽は悲しいから俺もそれに引っ張られる。音楽はあまりにも悲しい。誰だ？スプリンター。短距離走に優れた形をしてる。足の形を。てれてて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 。なんかこう、全然強くなった気がしてない。まあ、オネカマの体力増えてるけど、オネカマの体力だけ。ミンオも魔法たくさん使える割にさ、なんか覚え方が良くないしさ、こんなんだけ、チェンジって何？チェンジって何？こんな補助ばっかり覚えても、チェンジロック。HP、MP を入れ替えた。あ、そんなんある、そんなんあるんだ。ちょっと待って。2になっちゃった。俺が元から少なかったから。3級。魔力上がった、体力上がった、MP 上がった。HP 上がった。ちょっと待って。もうすでにかなり高いお前のレベル上がるのに、なんで俺たちのレベル上がんないんだよ、こんなに。おかしくねえか？これひょっとしてさ、これひょっとして、一人しか上がんない？そういうこと？今までなんかこう、違和感が評価したような気がする。これ一人しか上がんねえ。一回につき。そんな、だとしても俺らを上げろよ。俺らなんでこんな弱いんだよ。え、何？ 185 キル。待ったもんだな。なんだこいつ。サスカッチ。え、サスカッチって何？その、バンコク共通なわけ。格ゲーのキャラだと思った、サスカッチって。そうじゃないの。サスカッチを使う権利あるぞってことか、俺たちにも。俺たちもサスカッチを名乗る権利がある。サスカッチを特許を取ってくれ。てか、こいつらの方が先だよな。こいつらが先だったけど、特許を取り忘れたのか、サスカッチの。サスカッチを商標登録してほしい。そうすれば独占できる。いや、強いな、サスカッチ。さすがサスカッチ。よく見てる。サスカッチ。名前がいいな、サスカッチって。チがいいよ。クロアチア代表みたい。サスカッチ。1分間で何回言ってんだよ。言いたくもあるわ。さすがサスカッチだ。史上空前のもっさりバトルだな。今誰も何も攻撃食らしてなくなかった今。いい加減にしてほしい、こいつら。史上空前のもっさりバトルの面焼きつけど。観客はみんな寝てるよ。観客はもうみんな寝ている。ドゥルテテテンテルテンテンテルテテテテンテルテテテテテ。いつ戦闘終わるんだ、これ。本当に。これいつ戦闘終わんの？終わる気がしないな、これ。集中砲火するか。集中砲火と言いつつ。だってもうすぐ死にそうじゃん。サスカッチ、よし、死んだ。サスカッチを倒した、しかし。第2、第3のサスカッチが、急になんか死に出したぞ。一体死んだことで、精神的ショックを受けている。サスカッチは精神的ショックを受けている。心につけ込んでいける。サスカッチの。サスカッチ！これもう全員体力50ぐらい上がってくれよ、もう。全員体力50の熟練度もみんな急に3ぐらいになってほしい。だからこれな、こんだけ殴りまくったらさすがに熟練度上がるでしょ。熟練者としても俺たちはメキメキと熟練している。そんな気がする、そんな気がするぞ。いや、1戦闘に2分もかかって、このクソゲー。1つの戦闘に2分もかかる。50時間ぐらいからそこクリアするのに、このサスカッチを殴るだけの時間、何百時間かかるんだこれ。命中率が低いな。さすが2回人にやってほしいよな。戦いに勝った、勝ったのかどうかもわからん。体力上がった HP。 やった、立てろ、お、立て立て立て。あ、これおの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 、やった。てか1人ずつじゃねえんだな。
よかった、やった、結構強くなった。さすがっつと戦った時間無駄じゃなかったかもしれない。やった、命中率増えた、70だ、増えてねえ、俺70だ、加藤は71、増えた。これ攻撃1回だな、まだまだ1回なの、このレベル2になったのに。ちょっと俺そこに結構期待してたんだけど、2回攻撃になったらさ、あれでしょ、命中率が上がる、上がるじゃない、多分。俺そこに期待してたんだけど。なんだあいつ、ゴブリンガード、ゴブリンをガードしてる、ゴブリンがガードされてるよな、むしろゴブリンがガードじゃなくて、お前はガードされてる、貴様は守られているだけにすぎない。さあ、斧熟練度が2位になった加藤の斧の威力を見る、徳と しかと目に焼き付けよ、加藤の斧熟練度、加藤の斧熟練度はもう成熟の時、おい成熟、円熟期を迎えている加藤は、円熟しすぎて当たらなくなった、トランクスのスーパーサイヤ人みたいな感じ、円熟しすぎたか加藤、力に溺れている今のところ、パンチの重さはあるけど、もうちょい力を上げろよ。どうしよう。加藤氏。弓。え、何？あ、敵が武器使うんだ。弓って言ったけど。敵も武器を。てか、ミンを殺してくんねえかな。宿屋泊まれねえんだけど、俺。あのチェンジとかいう、悪質な魔法のせいで。チェンジとかいう悪質な魔法のせいで。俺が、やった、弓、あった、嬉しい、本当に嬉しい、これ弓が2位になった。しかし命中率が上がらなかったら何にもなんねんだよな、これ。アンサンよ、アンサンよ、あと、このレベルが3、どういう感じで上がるんだろうな。1回攻撃すると定数増えていく、だと嬉しいんだけど、だと嬉しいんだがね。魔法、ブリザード。あ、全体できる。え、なんで全体できる、全体できるじゃん。じゃあ話は違えぜ。見してくれ、モネカマよ。お前のブリザード。さあ、ブリザード。もうミユ死んでいいよ。そしたら宿代が浮くわ。モネカマ頼む。さあ。5ダメージ、4ダメージ、ピシピシピシ、6ダメージ。まあそれでも死んだわ。あ、それでも死ぬんだ。それでもゴブリンを死ぬ。てかもうオネカマはさ、魔法専門家にしようぜ。魔法の専門家にしたい。そうじゃないと弓はいいよ別に。じゃあ魔法、え、ちょっと、え、2回ヒットしたんだけど、2回ヒットしてるのお前は1回ヒットマンだろ、お前は1回ヒット男だろ、加藤は。え、なんで2回になってる、なんでよ、どのタイミングで。熟練度上がった時は1だったのに、なんで。じゃあおねかも、いや、ね、2回になってる、なんでだよなんでお前ら熟練度上がった時は隠してやがったな俺に。しんちゃん、俺からしんちゃんへのサプライズプレゼントだ。サプライズ、受け取れ。あ、こいつら、俺に隠してやがったな。ブリザードは一体、声失ってんじゃん。声を失ってやがるぜ。同部屋もみんな、あ、お前らは普通に、声を。声が戻ってるな、こいつは。声を取り戻した。トンカチ2000、乙女のキス2500。何を考えてこの設定にしてんの、こいつは。フェニックスの5000。そしてエリクシャーという。まだ鉛があるな。北欧鉛がある。てれてててて。と言って。バカ、話しかけるな。ダークナイト様がいらっしゃるのだ。サボってると殺されるぞ。何にもない。なんだダークナイトって。
どこにいるの？ダークナイト、ダークナイト、ダーククナイト、ダーククナイトはどこだ。じゃあこいつらあれが見張りをしてるんだ。ってか武器ちょうだい、武器ちょうだい、ちょうだい。ロングソード、ロングソード、スピア。しかし買えないのだった。じゃあこのリング、リング売らしてくれ。いらない、何のリングか知らないし、もう何も買えないじゃん。いやいや、お金ない、お金ないよ俺。そんな、して青汁の青の部分が、今日雪国がある。え、もうここはいい、ちょここ雪国なの、ここも雪国なんだもん。ここはまだそんな積もってないと思うんだけど、まあいっか。奴隷として働かされています。そう言われましてもね、11ギル、よし。急に安くなったな。さっきまで200ギルとかだったのに、ミユが、ミユが余計なことをしたせいで。てん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 。どうせ買えないけど武器は物色するか。どうせ買えねえけど。メイス。いや、買えねえわ。金全然落とさないからな、外のやつら。買い物できる日俺は来ない。買い物できる日は一生やってこないの。博打をやらせてくれ。博打屋で博打をすれば金が手に入る。アンチの方で。レイズ、いや、タッカ貧乏ファンタジー。この貧乏ファンタジー全然金持ってねえぞ。金を持つ日来るんか俺に。俺が金を手にする日、やってくるのでしょうか。ヨゼフを愛してるの。でも私なんかはそばにいてあの人の邪魔になる。意思の疎通が全く取れない。全く意思の疎通取れねえんだけど。てててわしに何か用かね。飛空船、飛空船に詳しいやつを知ってるか教えるわけにはいかんな。大戦か、飛空船のでかいやつだろ。もちろん知ってるぞ。ミスリル、ミスリルか。まだ見つからないんだ。手がかりはあるんだが、おっと、まず身の証を垂れてもらおう。すみての竹の洞窟に町の人間が働かされている。それを助けてくるんだ。そしたら信用してやる。おばら、セミテの滝。わしに何か用かね。表にいる女が愛してるって言ってました。一応伝えておかないと。ちゃんと伝えていかないと、気持ちを。気持ちはまっすぐに伝えてほしい。それが俺の望みである。なんだキャプテン、お前はソルジャークラスサード、キャプテンモルキ。一人なら加藤の斧が物を言う。加藤の斧が物を言うぜ。もう何ダメージ与えたか見えない。ダメージ表記は見えない。なんとか見てくれ。集中したら見れるから。見えない。見えない。マジで見えない。いくつ ?42、あ、倒したら見れる。倒してくれ。倒したとき限定で見る。爆速だな。ようやく着いた。回復しようか。お前のキャラを見せてくれ。これ、勝因7使うんだよな。レベル7だからさ。よし。頼りになるぜ。さすがはミンユ。加藤より頼りになるかもしれない。加藤はまだ斧を振るうだけのアタッカーに過ぎないが、ミンはしっかりとした知識を持っている。加藤も頑張ってほしい。ミンユに負けないように。トゥ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 。このような戦闘はもう30分ほど行われている。でもだいぶ快適になった。最初に比べたら、あのサスカッチの乱から、サスカッチの悲劇からだいぶ反省した。いや、あれやっけ、どう見ても青い物体が、青鬼が圧縮して岩になったものが。さあ、ここには一体何が。10キル。なんだこれ。4つを選べた。そのまま回復するか。ミユのキャールを頼む。よし。てか、お前いつの間に135、152。
加藤が成長期を迎えている。しんちゃん、おかわりを頼む。加藤はよく食べる。ゆえによく伸びるのだ。何これ、ハズレってこと？くだらん。てか俺の体力おかしいだろ。なんて50。痩せ細っている俺が。俺に栄養を与えてください。しんすけが痩せ細っています。に出て必ず出るってわけじゃないのよこれ。そのあとすか、の袋が、袋と忍者、奴隷、助けてください。とりあえず聞いてもらう。何この忍者。ボール、しんすけじゃねえか。いや助かったぜ。この子はヨーゼフの娘さ。暴言がこの子を人質にとってヨーゼフを脅していたんだ。俺はミスリルのありかを聞き出してここに取りに来たわけさ。ところが俺としたことがとじふんじまって殺さまよ。俺はネリーやみんなを連れて先に逃げるよ。それじゃあな、ありがとう。なんか言いたいこと言って消えていった。いやーなんだ、誰も言いたくなった。引き際が早いなこいつら。突然モンスターが現れた。なんだ、ランドタトル。強いんかお前は。まあ顔は真面目そうな顔してる。よし、それじゃあウォールを使ってみるか。バリアだな。バリアはあれでしょ、プロテス的な、プロテスな感じ。全員バリア、これでいいだろ。ミユよバリア、ミユバリア。おお、なずましを、あ、なんかいろんな体勢を上げるみたいな感じ。説明でのありがたい。説明、何の魔法か分かんないから、パッと見て。説明でのありがたい。だしで、加藤が。ミユ、加藤を回復してやってくれ。しんちゃん、俺は施しはいらない。加藤君、今は君の命が優先だ。しんちゃん、俺はミユに感謝してないぜ。この二人の仲が評価するときあるのか。っていうか、キャルで凄まじい回復量を見せたぞ。いや、っていうか、全くと言っていいよだ。ダメージがいってないんだけど、これ。大丈夫か？じゃ、ブリザード。モネコマのブリザードを見せてやる。なんか敵の、あれ、下げるやつないの？見た感じ。フィア、アンチ、フォーグ。ここら辺か？フォーグっつうの使っていいか。魔法軍。え、でも78も買った。何今。何が起きたか。加藤は死ぬんで、もうブリザードで何とかして。まあ、レイズで生き返す。効果のわからん魔法を使うよりもレイズの方が。加藤こっそり生き返らす。うん、さあ、ブリザード、ターン。そして生き返って即座。なんで生き返ってすぐ即斧。五体にすり込まれてる。やっとまさかオネカモのブリザードがこんなにも役立つなんて。し、今 MP 上がった。よし、 MP が10だったのが17になった。これはグワッといくのがいいね、 MP が。そして今熟練度ドナモックと91。そして魔法のブリザードが58。早く2になってくれ。まあでもこれでね、ブリザードをまたさらに大量使用できるようになってきた。っていうかまだこいつボスじゃねえから、次出てきたらどうすんだよこいつ。まあ最悪チェンジ使おうか。最悪チェンジ使えばニーヨーの MP をオネカマに移行できる。お、盾のレベル、ついに俺の盾のレベルは3になった。盾レベルはけど、縦のレベルがあると防御力が上がるのかな、もしくは回避率の方が多いよ。お前はどうだ、加藤。ほら。いや、なんで加藤、なんで加藤の魔法防御はこんな高いんだ。あ、でも回避率低いな、加藤は。加藤の魔法防御どうなってんだ、謎の体勢。うわー、大丈夫だな。よし。みんなで力を合わせていこう。これでできるんだ。
これだけか、これだけのためにいる。これミスリルはお前らに合わせん。謎の男、お前に今日の集大成を見せる。お前はキャプテン。もう3種類目だぞこのグラフィックの名前。キャプテン、ソルジャー、サージェント。よしブリザルだ、お前の全てを見せてやる。お願いよ、ブリンクを使おうぜ。分身するんじゃない、ブリンク。回避率かな、多分。回避率じゃない、攻撃を避けやすくなった。これいいんじゃない。だってどうせミング攻撃魔法できないんだからさ。これでもガシガシと、ガシガシいく感じで。嘘だ、聞いた今、聞いた感じが全然なかった。いや、じゃあアンチとやらを使ってみるか。何アンチって。サージェントアンチセルを立てる。何は MP が減った、なんかよくわかんない。 MP が減ったかもしれん。サージェントアンチセルを立てた結果、サージェントの MP が減ることになった。じゃあキャラ回復しよう。やばい、危ない。しかしかなりいい感じに。ミーのキャラ、こいつのキャラやべえ。一級品だ。て余計なことしない方がいいかもしれない。余計なことせずにな。ミーのキャラに記憶かけて。てか何個硬さ。結構戦ってきたぞ俺も。結構俺は戦ってきたぞ。全く攻撃は通らない。俺たちの攻撃が。俺たちの全てをぶつけてはいるんだけどね。いかんせん敵の守備が硬くて。敵ディフェンダーの。いかんせん硬くてね、敵の。サージェント硬すぎる。一回圧力鍋で煮込んでくる、このサージェント。そうすれば柔らかくなる。さあ、フィアーとか使ってみるか。な、フィアーって。あ、プロテスあるじゃん。プロテス。見えなかった。ドン。見えんかった。明日帰るわ。切符買って。プロテス。守備力上がったんだよな。防御力。よし。これでまた耐えられる。ガッチガチになった。これ永続かな？なんか永続っぽいよな。途中で切れるみたいな、そんなシステムないでしょ、多分。そこまで気回るんだろう。ほんのり効果あったらしい。いや、ほんのりすぎないか。山田、そのほんのりがね。いや、60が40ぐらいだったから、なお効果あるか。ほんのりではない。しかし、戦局は全く変わっていない。このサージェントとかいう、いや、全然変わってない。むしろ食らうようになってない。プロテスを使ったことによる油断で、加藤がますます食らうようになった。加藤の油断が、招いた。やる、危ない。サージェント回復してしまうとこだった。試合が振り出しに戻るところだ。いや、絶望、絶望すぎるなこれ。サージェントとかいう硬いやつ、ガッチガチすぎる。よし、たまに攻撃当たるな。それに気をかけよう。もうないよな、フィアってなんだよ。いや、怖い。恐れでお前の防御力を下げるぜ。ビビらせた。だからなんだ。あれでも、聞いた？これは、ビビらせたことにより、守備力ダウン。そういうもんなの。まあ、FF にルカニ的なものってないからね。これかもしれない。いや、さあビビらせたぞ。サージェントにはビビってる。サージェントが呪音をプレイしてみた。ハートは。結構伸びるかもしれない。こいつのビビりで。お前ビビっとる。サージェント。サージェント！サージェント。サージェントファンタジー2。おい、サージェント！お前いつまでいるつもりだ、そこに。帰れよ。止まってく気か、俺んちに。サージェント。今日ちょっと止まってくわ。
終電逃したし、まあゆっくりしてけや。唐揚げを作るぞ。サージェントが食べる。いや死んだけど俺のメイン火力は、メイン加藤が、メイン火力は死亡した。メイン火力死亡。いや加藤ばっか殴らないで、メイン火力なんだから。俺が使うぜ、持ち物。入ってん。なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、あ、こういう感じ。てか、ポーションって使わないわけ。なにこれ、ポーション使えないの戦闘中に。そうなの、そんな。じゃあもうキャールなくなったらおしまいじゃないですか、僕ら。なんとか片付けてください。それでいい。加藤なんとかして。なんで加藤ばっか狙うんだサージェント。まあなんか狙いやすそうな顔はしてるけどさ。頼む帰ってくれサージェント、退社してくれ。君は残業しない、君が残業ばっかしてるから。サージェント君が、私が老朽に怒られるんだよこの会社が。残業するんだったら残業カードを押さないでしてくれ。いや、それでも言われるわ。どちらにしても老朽に言われてしまう。サージェント退社しやがらね。おい。いつ帰るんだ、こいつ、サージェントは。サージェント。トンジェーサ。トンジェーサよ。死んでくれも、帰らなくていいから。帰らなくていい。せめて死んでほしい。帰らないなら、帰らないならせめて死んでくれよ。もう、まあ、ちょっとずつダメージ与えてるんだけどね。サージェンツにやる。サージェント、サージェント、頼むよ。なんでこんな硬いんだよサージェント。ソルジャーとサージェントでなんでこう持ちるの。なぜだ、ソルジャーとサージェントにここまでの差が、埋めがたいほどの差があるから。サージェントとソルジャーの間に、サージェントとソルジャーどこが違う。サージェントとソルジャーの間にある満身環境の違いとは。いや加藤も死ぬぞ、もうメインアタッカーが。俺たちの命が尽きようとしてサージェントという。まず俺が死んだ。まず俺。終わりじゃないこれ。終わったろ。しんすけたちは全滅した。そんなことはないぞ。俺たちは死んでいない。てか熟練度あげるか。熟練度あげよう。ただ今ね、偶然にも斧が3になったから、これで攻撃を、あと1回攻撃すればね、これであと1回攻撃すれば、反映される。反映システム。で、俺も槍の熟練度上げるか。3にして挑めば何とかなるかもしれない。差し物サージェントも。5分ぐらい戦ったぞ。お、槍の熟練度。ただまあ、この後1回後上げないといけないんだよ。加藤平がめっちゃ増えてる。これで命中率見ろ、3回ヒット 71%。 そして俺も続くぜ。あと1回な戦闘してから行くわ、もう1回。そうすればいけるはずだ。よし、そしてついでに魔法を、このファイヤーの方もさ、ミーユーに覚えさせる。逆転の発想、呪文の数が多すぎて今これ以上覚えらず、先にいらない魔法を捨ててください。捨てるわ、お前。イランマオバーク覚えんな。うん。ターバンやろ。ちゃんと捨てるとこある。何捨てようかな。何捨てる。テレポをね、テレポ使うでしょ。テレポ使う。まあ、テレポは他のやつに覚えさせればいいから、大して鍛えてないし。いやでも、なんかこれいらないのある。ビビらせたってなんだよ、フィア。ビビらせたいらないだろ。あはははは。なんだ、夢か。お前魔法捨てろ。
いや捨てるやんまあそれは。なんで捨てれねえんだよこれな。分かりました。ファイヤーだ。君はファイヤー覚えたまえ。ミーフにファイヤー覚えさせるっていう逆転の発想その発想はなかったぜ。しんすけくん、その発想はなかったよ。よし、これで加藤の斧、俺の槍、そしてミーフのファイヤー、この3つが揃いしとき、全ては好転するであろう。もうお前の顔見飽きた。もうお前の全身見飽きてよ。ファイヤーだ。昨日も全身は見飽きました。サージェントくん、32ダメージ、なかなかだったな。4ダメージ、よっしゃー。ファイヤー覚えさせといてよ。あれまでブリザードも使う。ファイヤー覚えさせてなかったら死んでたんじゃん。せっかく熟練度を上げたのは何だったんですか。まだ武器弱いしな。最初の炎だから。まあとにかくミーユなんとかしてくれ。本当に抱っこだね。俺たちはもうほっといてくれ。俺と加藤のことはほっといてくれ。私と加藤のことはほっといてください。じゃあ、はい。無視で俺は。俺らは無視したまえ。トゥルルルトゥルルルトゥ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 ルル。こいつ弓とか使うんだろ。どこに持ってんの、お前弓を。お前弓をどこに。気が遠くなる。え、なんで、え、なんで弓を食らうの。え、なんでなんで弓を食らうの。え、倒した。やった、あっさりと。なんで弓を食らったんだ。なんかあれだ、弓に弱いみたいな。なんだろう、急げる。はぁ、やった。強行すぎるだろこれ。ついにアークスを卒業か。卒業の時、さあ右上の攻撃力に注目。しんちゃん、俺の時代だな。左手にアクセス装備できる。え、いや弱くなってんじゃん。いや弱くなってんじゃんこれ。ないあ、わかった。両手持ち、両手持ちの概念ね。おそらくミスリルアクセスを両手持ちしてるから、もう片方につけたら弱くなったんだ。悪いぞ。すごく納得がいった。あと俺が今、じゃあこれどうなってんの。バックラウンドしたら、あ、強くなる。なんか微妙なとこだな。どうしよう。まあ、俺ぐらい盾装備してやるか。さあ、ミスリルを手に入れたぞ。今もう1時間40分ぐらいやってる。1時間40分やっています。地上まで一気にアップする魔法です。慣れないうちは HP を著しく消耗します。何慣れないうちって。あ、ほんとだ。いいじゃない。別に。いいじゃない。ただ帰らせてくれれば。てかミスリルアクス使うぜ。ミスリルアクス贈呈式。ミスリルアクスを贈呈する。さあ、どのぐらいのアクスを。アクス度を見せてほしい俺に。3回攻撃のミスリルアクスやぞ。それはもうとんでもないことに。アクス36。1回ヒットで。どうだ、2発外れたんだ。1回1人この威力。なんというアクス、アクサーとしての。斧使い加藤としての本領発揮か。お前のアクスを見せてくれ。全力を。2回1人に。加藤の時代か。もうこれでミンユには引けを取らない。強くなったんだ。メイス、アトラクス、あれ。てかさ、おねかわの武器をね、メイスにしたいのよ。なんかね、ロングボウで攻撃してると知性が下がるんだよね。だから弓じゃダメなの。多分ね、これ武器によって変わるんだよね。だって見てくれ、この加藤のマッチョっぷりを。マッチョすぎるよこれ。多分ね、装備してる武器で能力変わるんだよ。多分これでメイスにすれば、ほら、こうすればね、知性が下がらずにする。
知性も8しかない。下がるんだよ。なんで下がるんだよ。こいつは16もある。これ維持してるのは多分、杖の力だろう。着いたー。ようやく着いた。じゃあ、じいさんに、まず見せるよ。じいさん。じいさんがいない。まさかあのじいさん。もう。ムクロとなっているかもしれん。煽った。わしはただの年寄りじゃ。そんなことはないぞ。おお、ミスリルだ。よし、わしがどんどん剣や鎧を作って死んぜよ。忙しいんじゃ。邪魔せんでくれ。命の火が灯ったようだな。てか、こいついた。急に出てきた、こいつ。ミスリルさん、ミスリルスピア、ぴったり、ぴったりあるぜ、ぴったりあるよ。さあ、俺の、ついにミスリルスピアが、21、これ両手持ちにできたら、さぞ、さぞ、あ、でもそんなか、え、そんな感じないじゃん。あ、そうなの、そんな変わんないじゃん。え、そんな変わんねえじゃん。ちょっと待って、じゃん。てか、この装備できんの、アクスカとは。あとはアクスは。君は装備できるのかいたってよ。そんな変わんないじゃん。あ、なんかあんねん。いや、じゃあ盾装備した方がいいじゃねえか、全然。ちょっと待って、盾買ってくる。だって、回避率がかなり上がるでしょ。ほら、回避率11。しかも盾の熟練度も同時に上がるからさ。とにかく熟練度ダブルで上がるってこの旨味には逆らえねえよな。オッケー、お前。疲れてるな、こっち。2時間もやってこのゲームと。革手袋を頼むよ。どうよ。こんなん買うより。新しい街で買った方がよかった。こんなんで買うより。なぜ俺はこんなもの買ってしまったんだ。安物買いの銭失いな、これ。さあ、これで全員にバックラーが行き渡って。だって俺も回避率21もあるんだよ。これはちょっと惜しいことをしたな、今まで。回避率差が、ほら、だいぶ差ができてるな。まあいい。後悔しても、時間は元には戻らない。時間を元に戻したらタイムパトロールが来るし。じゃあ、姫に話して終わりにするか。この世界を。姫に話して終わりとす。大戦火の建造を指揮するダークナイト、有能なところなのに、幸いから急にパラメキアを呼び戻すが、ミスリルを奪われて慌てているのでしょう。あ、じゃあこれ進んでる？ダーククナイト。次はダーククナイトか。ん？戦火にたどり着く道を見つけた？戦火を破壊してください。せめて完成を遅らせるだけでも構いません。わかりました。ミスリルの装備もできたしな。ミスリルはもうない。あ、ミスリルがきっかけで、ミスリルきっかけでこれが起きるようになったのね。よし、次の目的が決まったぜ。しんちゃん、次の目的が決まったぜ。大戦艦を破壊することだ。うむ、帝国の好きにはさせん。お、君たち仲がいいんだな。